トゥルーブラッドアドベンチャー、トガイヌの地ではなくて、今回の台本はこれか。愛のビスキオ劇場、ワクワク魅惑の生徒会室。やっと昼休みか。腹減ったな。弁当がない。忘れてきたか。仕方ない、購買で何か買うか。すごい人だな。ちょっと、やっと購買に。本日のパンは売り切れました。もう売り切れたか。まだ昼休みが始まって5分も経ってないぞ。仕方ないか。今日のところは我慢するか。お困りのようだな。上乾き途方に暮れた瞳もなかなか捨てがたい。アルビトロ先生、どうしたんだ。そう、今回は先生なの。昼食を食べ損ねたようだな。弁当を忘れたから購買で何か買おうと思って。売り切れていったということか。ああ。なんと哀れなこと。まあ一日くらい昼飯を抜いても大したことじゃない。体の方はそうは言っていないぞ。実は朝飯も食べそびれたからな。健全な体と精神を育むべき学生が食事抜きというのは大変よろしくない傾向だ。あんたが健全とか言っても説得力ないぞ。よし、君にいいことを教えてやろう。なんだ。我が校にはもう一つ購買があるのを知っているかね。いや、知らない。まあ一般の学生は知らなくて当然だ。何せたった一個のパンしか売っていないのだ。たった一個。ああ、たった一個。この学園のイルレだけが食することができる至高のパンだ。イルレ？なんだそれは。この学園の王だ。誰だそいつ。それは自分の目で確かめればいい。要するにそいつからパンを買えということか。そんな俗なことでイルレのパンは手に入らない。じゃあどうやって。イルレを倒した者のみそれは手に入る。めんどくさいな。なんてこと。学園の支配者だけが手に入れることができる栄光、それがイルレパンなのだぞ。別にそこまでして欲しくない。教室に戻る。ああ、言い忘れていった。イルレパンはオムライスの味と聞いている。オムライス、究極のオムライス味、味わってみたくはないか。話を聞こう。ここか。特別棟にある生徒会室というのは、イルレがここにいるのか。うん？真っ暗だな。誰もいないのか。誰だ。ここは一般生徒が来る場所ではない。帰れ。イルレ？ほう。
その名を知っているとは。お前は誰だ。川の学ランに道。なんだこいつ。2年 A 組アキラだな。どうして俺のことを。生徒会長の俺に知らぬことなどない。生徒会長。イルレとは生徒会長のことなのか。そう呼ばれることもあるな。お前もイルレの図を狙いに来たのか。俺はそんなものに興味はない。ではなぜここに。俺は昼飯を手に入れに来ただけだ。このパンのことか。これをどうしても欲しいというならば俺を倒して奪うがいい。ほう、いい動きだな。いきなり不意打ちとは卑怯だな。弱い犬ほどよく吠えるな。少しはできるようだな。だが遊びはここまでだ。暴れる打鍵にはしつけが必要だな。どうした、叫んでもいいんだぞ。誰が。どうした、痛みがそんなにいいのか。バカな。体はそうは言ってないようだが。いい顔だ。そう、もっと俺を楽しませろ。いい加減に死の。俺はお前のおもちゃじゃない。いつまでもその傲慢さが通ると思うなよ。そのふらついた体で何ができる。黙れ。お前だけは許さない。ますます気に入った。よし、受け取れ。これはイルレのパン。何のつもりだ。それが欲しいのだろう。遠慮はいらん。施しなんて誰が。この俺に蹴りを入れるとは愉快だったぞ。久々にいい娯楽だった。今日のところは娯楽の駄賃代わりにくれてやる。また明日奪いに来い。そして俺を楽しませろ。誰が。二度と来るものか。きっとお前は来る。待っているぞ。なんでこんな目に。明日からは絶対に弁当は忘れない。ああ、究極のオムライス味。背に腹は変えられない。